僕も先ほど保険医をしてた時に貧乏になることは分かっています。それだけじゃなかったです。何やったのか。同業のドクターが400人も署名を集めて私のことをですね、横浜市議会に訴えた。理事長解任決議案と私です。法人を潰しにかかってきたんです。理由は何ですか。1年間に58回講演しました。ブログに書いたんです。それもう16年前だから SNS なんてその時なかった。普通にブログに書いたんです。そしたら医師法違反、医療法違反だ。医療法人は年間230日勤務しなければいけない。なのにあなたは53回講演したんだったら明らかにそれより下回ってるので集団訴追されますって言ったんです。なんでですか。365から53日だって300何日です。230日よりもね、多いでしょって言ったら、いや違うでしょ、あなた週休2日でしょ、ゴールデンウィークあるでしょ、お盆休みがあるでしょ、歳月があるでしょ、それから油断したらね10日少ないんですよ、わかりますか。私はこうやったのもそうですけど、日曜日も仕事しています。お正月も仕事しています。なので53ただ引いただけの日数ですよ。それは明らかに違う。捜査に入られました。カルテ持ってかれました。当時はまだ予約簿がクラウドでやるんじゃないか、紙と鉛筆でした。それで抜き打ちで調べて本当にこの日治療してるの、公園先の住所まで聞き取り調査されて、架空の公園じゃないのかとやられました。そしたら素人だった。なので議案自体が間違えてることで取り消しになりました。そしたら1週間したら今度は脱税だって言って刑務所が来ました。税務署が来ました。調べられました。何にもありませんでした。その次今度は合成人材等取締法違反だ、イタドラムっていう薬剤を市場に横流ししてると、クラブとかディスコで合成新薬をばらまいてると、これ垂れ込みがあったって言って捜査されました。保健所と警察が来ました。白でした。こうやってずっと攻撃されても一度誰とで私は信念を変えていません。そんなのに比べたら立候補するなんて大したことない。ただ時間とお金と体力がなくなるだけです。人の命には変えられません。そもそも私はその人の命を助けるためにこの保険制度っていうのを脱却して、自分のためじゃない、お金のためじゃない、患者さんの健康を命を救うためで、それが最終的に先ほど言ったようにこの私がやってるやり方が世の中に広まれば、そのモデルとなるなら、経営モデルになれば全部日本の医療を変えられる。そうすると医療費がなくなる。そうすればこの国が救われる。そこまで判断してその16年前にやったんです。今日に至るまで一回もその信念を変えることありません。はい、ありがとうございます。このようにですね、まあ、吉野さんの今かなり具体的な事例ありましたね。参政党が議席を取るとすごく攻撃を受けると思います。だってあんな医療の闇の話をする国会議員はいないでしょ。それは利権持ってる人たちからしたらもう吉野さんがもう憎らしくてしょうがないと思いますよ。まあ一方で賛同してくださるお医者さんもたくさんいらっしゃるとは思いますけど、必ず攻撃きますね。その時に例えば脱税で訴えられたとかね、なんか薬の横流しをしてるとかね、必ずまたやられますから吉野さん。その時に皆さんがこのことは信じていただいて、ちゃんと守ってあげてください。世論で、マスコミは潰しに来るから。もう今我々まだ小さいから、マスコミまではね、あの叩かれてはない、無視されてるぐらいですけど、 YouTube でないことないこと、まあ、Twitter、SNS もそうですよ、ないことないこと書かれて、もうすでに潰しがかかってきています。都合が悪い人たちがいるんですよ、私たちが出ていくとね。だからそういう誘導に乗らないでいただきたい、信じていただきたいですね。そして私や吉野さんは今言った信念ですから大丈夫なんですけど、これから入ってくる人、そこ心配しますよね。僕も心配です。はい、そういう人が入ってくるんです。議席を取ると政治家ってそういう人が多いの。とにかくここに行けば選挙に勝てるんじゃないかなとか、ここに行けばね、なんか人気が取れるんじゃないかって言って嘘ついて入ってきて、裏で、ね、例えば党からお金だけもらって全然活動してないとか、ね、裏では舌出してですね、あいつらただの熱血感だからね、なんか熱いこと言うときはすぐね応援してくれるんだよ、あいつはバカだよねとか言ってるんですよ。もう何度もやられたから、今まで15年やってますからね、これでも。はい、でもそんなの織り込み済み、そんなのは寄ってくるけど、付き合っていってちゃんと誠でね、誠意を持って付き合っていれば、ちょっと付き合えば分かるんです。そういう人は、そういう人はやめてもらいます。そのために僕は参政党の事務局長になった。党代表ではありません。僕は共同代表が吉野さんと松田さんと赤尾さんです。これは新選組で言えば近藤勇ですよ。みんなの気持ちを集めてみんなに頑張ってくれというふうに元気を飛ばすのが代表の仕事。事務局長は目を光らせてて、悪い人がいたら切りに行くんです。
本当に切りませんよ。本当に切るじゃないよ。うん、要はちゃんと最初でもルールがあるから、それを守らない人がいたらまず勧告をしています。ね、これダメですよと。支部長さんがみんなまとめてるんだから、支部長さんのある程度レギュレーションに従ってくださいねというふうに言うんだけど、どうしても勝手なことする人とか、あと意図的に中で賛成党の名前を貶めようとする人もいます。賛成党員を語ってね、はい、そういう人を見つけたらすぐ除名です。離党勧告です。そういう嫌な仕事をするのが僕の仕事だから、私がちゃんと目を引き合わせて人を見ないといけない。でも最初から疑っていたら誰とも組めないから、僕はまずみんなを信じたい。賛成党で一緒にやりたいって人を信じます、最初は。けど、あ、この人嘘ついてたなと思ったら、そこは容赦なく私がやめてもらいます。そういう役割は私やりますので、はい、応援してください。ね、威勢のいいこと言って本当にやるのかよと、あの、思った人は賛成党入ってください。本当にやってますからね、え、頑張りましょう。はい、笑ってますけど、はい、で僕は一番当たりやすいのは支部長ですから、はい、支部長さんはもうしょっちゅうもう泣き言を言ってますけど、泣き言言うなというふうに言って鼓舞するのも僕の仕事です。ね、支部長、はい、ということですね。まだそんなことも皆さんに語ってあげてください。はい、では次の質問いきましょう。じゃあこちらの男性しましょうか。はい、はい、お願いします。あ、はじめまして、あの、賛成として、本当にこういう人たちが出てきたって本当に感動しています。ただどうしても心配なのは、はい、国を超えた力が働いているのです。国を上回る力が働いているので、例えばこれに対してどういうことで立ち向かっていくのか、思いだけでもダメだと思うんですけど、やっぱり発展というか、まあ、今お話できる範囲でいいんで、ちょっとお聞かせ願いたいなと。おっしゃる通りですね。それをですね、声高に叫んで彼らと戦おうとしても、今の日本の戦力、我々の数ではとてもじゃないけど立ち向かいません。逆らった段階でピンってられて終わりです。はい、でもじゃあ仕方ないのかって、そんなことはなくて、とにかく彼らがいろんなことを仕掛けますよね。そういうことをある程度こっちが理解してしまえばいいんです。どういうことやってくるかね。だから僕なんかは、いきなりその全部を潰そうとか、そんなのは無理だし、彼らも長い年月かけてやってきてるから、そんなのすぐね、こっちが何かやったって無理です。でも乗せられないことはできるし、国民がパニックにならない、要はパニックを起こしたいわけですよ。で、そのどさくさに紛れていろんなことを進めたいわけです。そうじゃなくて、彼らが何かをやってたとしても、日本人がね、やっぱりちゃんと情報を持ってどんどん構えたらいいんですよ。あ、またやってきたなと、うん、で、政府もワンワン言います、メディアもワンワン言います。でも国民の方が賢くなってればいい、政府よりもメディアよりも。そしたら、あ、またやってるねって思うでしょ。そうやったら彼らが仕掛けても効かなくなってくる、うん、効かないと。あとはもっと例えば憲法を変えたり法律を変えたり、それこそ軍事力を使ったり、まあ日本はね、最後は効果軍隊がないからそういうのできないんだけど、外国はそれやってるじゃないですか。軍隊出動しますよ ね。だから国民がそれに踊らされないとそこまでやるしかないんだけど、おそらく日本政府はそこまでやる勇気もないので、我々が踊らされないことが大事です。だから戦いに行くんじゃなくて、ね、騙すんでもない、騙されないんです。騙されないようにする、これは情報共有が必要なんです。だから私たちはみんなにまず学んでね、一緒に学ぼうねって言ってるんです。で、一部の人だけでやってたらね、皆さんこういうところに集まった人はもうすでに学んでる人なんですよ。学んだ人じゃないと賛成党にたどり着かないから、今のところ。そうでしょ、皆さん。そうだったね、よく頷いてる多くの方が。そうなんですよ。気がついて一人で孤独だったわけでしょ、みんな。変な人だとか陰謀論者だとかね、おかしいってね、頷きすぎですよ、ね、そう思ってここに来てるはずなんです。で、皆さんの横に立ってる人たちも同じような思いの人たちなの。こういう人たちが集まる場所を作って、そして集団になっていけば、皆さんが一人で言ってても伝わらないんだけど、例えば僕や吉野さんが一生懸命話してる言葉は伝わりやすいんですよ。皆さんが直接ご家族に話すより、僕や吉野さんの方が声がちょっとでかいからね、実際もでかいけどね、僕たちの方が伝わりやすいわけで、そこに何万人、今1万9000人ぐらいですかね、党員ね。これが10万になり、ありがとうございます、10万になり100万になって、人口の数パーセントが賛成党に賛同して、みんなが同じような理解してると、そんな数万人数十万人の人たちが言ってることをもう陰謀論って言えないじゃないですか。そうでしょ
今我々は陰謀論者って言われても、もうそれは仕方ない、数が少ないからもう甘んじて受けるしかない。でも僕は心の中で今で見てろよと思ってます。はい、時代が証明してくれるね、ちゃんと残しておきましょう。私たちはこうやって勉強して、こうやって仲間を作って一生懸命言ってたと。後から振り返れば、メディアとか政府は迷うこと言ってたけど、あの人たちの方が正しかったよね。いい言葉があります。真理は少数に宿る。真理は少数に宿るです。いつの時代もやはり気づく人ってマイノリティなんですよ。でもそれで自分だけが気づいて、自分だけが逃げ切ろうとかね、自分は身を守りつつ周りの人にお注射打ってやろうとかね、医者なんかみんなそうですよね。多くの医者は気づいてるけど、おかしいなと思ってるけど、それだと飯が食えないから、だからまあ国も認めてるしね、県も言うし、責任はあいつらだと、俺たちは言われたからやっただけだとね、自分や家族には打たないけどね、患者が打ってほしいって言ってるんだから打ちますよっていう医者いっぱいいますよ、僕の周りにもね。そういう人たちが増えないようにするんです。そういう人たちは僕たちの演説を聞いてたら胸が痛いはず、両親があるから、あーっと、あー言われてる、俺たちのこと言われてんじゃねえかな、政治家もそうですよね、あ俺たちのことじゃないかな。で、それが反省になるか、僕や吉野さんへの怒りとして矢が飛んでくるか、両方あります。だから見えない矢がいっぱい飛んできますよ。けど僕たちは矢面に立つって言ってるじゃないですか。だからこういう働き方もあるんです。敵は大きいんだけど、そこと直接対決するだけの力は我々はないから、まず味方を増やさないといけない。そして情報を共有する。それで勝てるのかって、勝てません。勝てないけど大きな大難を湘南に減らすことはできるからね。皆さんも、ね、自分たちの愛する人たち守りたいでしょ。でも自分でなかなか伝えられなかったり分かってもらえなかったりするでしょ。だからプラットフォームを作ってるんです。それが賛成と、そういう理解で向き合ってみてください。いきなりそこのことばっかり言ったりがいるけど、そんなことやったって現実問題立ち打ちできないですよ。だから別に私たちはそことね、あの戦おうとは思っていません。でも彼らに騙されたくもありません。そういう思いでやっています。以上です。今日はね、雨も降ってこういう忙しい日中に皆さん来ていただいて本当にどうもありがとうございます。あるいは資源の問題だったり、エネルギーの問題だったり、核武装の話だったり、憲法9条の問題だったり、緊急事態宣言がどうなるかという質問が出ます。いつもの話ですけども、それを個別に全部いちいち言ってたら何もできません。ただ全部共通していることがあります。これはこの問題の全ては日本の魂を売っている売国との行為だということなんです。私は原子力発電の町が実家です。玉子原子力発電所というところのすぐ近くです。目と鼻の先です。町が本当に衰退して産業がなくなってしまった。国道150号線というところに人が通らなくなりました。まずは東名高速ができたからです。新幹線ができたからです。もともと宿場町だった。誰も止まらなくなった。人もいなくなった。物もなくなった。産業がない。どうするんだ。じゃあ原発でも呼んじゃおうかと呼んじゃったんです。いきなり田んぼの跡道まで全部アスファルトになりました。補助金で5万ボルトだったのが普通のガス予約貸し器になってステンレスの風呂になりました。トイレが川屋だったのが、ポットン便所だったのが、水洗便所になりました。ウォシュレットまで着きました。そういうのをずっと経験してます。そして、廃炉になりました。誰もいなくなりました。前よりもっとひどくなりました。何だったんですか、これは。とにかく今すぐお金が欲しかったんでしょ。もらったんでしょ。建設するからとてつもない金額が時屋さんに入りますよね。その関連でいろんなのがありますよ。ベッド屋さんが来る、洋服屋さんが来るだって、商店街もできる。でもその人たちがいなくなったんだから。何にもない。結局、30年間ぐらい、わーわー騒いでて、あとは、もう荒れ地ですよ。荒野ですよ。結局、原子力ってこういう問題だったんですよ。その時、すぐ金が欲しかった。夕張市がそうでしょ。夕張市が破綻して、市立病院がなくなって、救急外来も何もできなくなった。人が死ぬんじゃないか。治っちゃった。平均寿命も伸びて、健康寿命も伸びたんです。医者がいなくなったら。私はだからそういうことがしたいからいろんなものを返した。これも医療の問題もそう、これ資源の問題もそう、これ電力の問題もそう。我々の将来の子孫のことを誰も考えなくなっちゃった。売国道になっちゃった。なぜ大和魂がないからだ。大和魂っていうのは何なんですか。祖先からいただいた
知的な赤井さんも含め、平和のことも含め、水が豊かだったり、土地が豊かだったり、そういうのを将来の人に伝える、そういう自分たちを犠牲してでも将来の人たちを助けてあげる、それこそ、先ほど質問ありましたけども、お金になびかない、これが大和魂だったでしょ。この大和魂がなくなったことが、政治が悪いのも、経済が悪いのも、医療の問題も、資源の問題も、外交の問題も、国守りも、情報の問題も、全部そうですよ。そう思いませんか、皆さん。だから私は大和魂が大事に繰り返し、ここが分かってないと、エネルギーの話とか、意味がない。以上です。はい、ありがとうございます。参政党がね、皆さんから今こうやって集まっていただいて、支持を受けているのは、こういう気持ちの人が集まってるからですよ。細かい政策論で、ね、さっきも言いましたけど、人参ぶら下げて走れっていうのはもうみんな疲れちゃったの。でも騙されなくなっちゃったの。それよりも本当にちゃんとしてほしいんですよね。というかみんな一人一人がちゃんとしたいんです。国を動かしてる政治家だって、ね、それこそ官僚だって、弁護士だって、医者だって、それこそね、高い収入を得てる、マスコミの人もそうですよ。平均よりも高い収入を得てる人たちいますよね。ね、そういう人たちはみんな良心の呵責を抱えてるんです。まともに考えると医者もそう、弁護士もそう、政治家もそう、マスコミの人もそう、学者もそうです、テレビに出てる人もそうです。みんなお金はいただいてる、平均よりはね。けどみんなどっかにやましいものあるはずですよ。そうじゃないですかね。私たちはそういう人たちに勇気を持ってほしいんです。吉野さんだって医者ですよ。僕だって今何のバッジもついてないけど、普通にあのままやってたら今でもちゃんと議員やってますよ。そして年収1000万以上普通に行政からもらってたでしょう。でも吉野さんは保険を捨てた、僕はバッジを捨てた。なぜか魂を売りたくなかったからです。こういうね、僕たちは幼少期2人とも発達障害だった、2人とも認めてるんですけど、変わってるんですよ。でもこういう変わり者が日本を変えるんです。世界だってそうですよ。変わってるやつが空気を読まずに、これ正しいことなんでやんないの。僕もだから吉野さんもある意味子供なんです。子供の部分があるんです、心に。だからなんで大人はみんな嘘をつくんだろうと、なんでみんなずるいことをするんだろうという気持ちがあるの。たまに2人で話すんですよ。そういう気持ちあるでしょって。あるある。武田先生もそうですよね。79歳だけどたまに子供みたいでしょいい意味でですよ。怒らないでください。参政党にはそういう人を集めました。僕は子供のようなまっすぐな気持ちを持ってる人たちですよ。そして私嬉しいのは、子供たちが僕たちの演説を聞きに来てくれる。中学生や高校生が手紙をくれる、ね、自分はこれおかしいと思ってたんだけど、社会がどんどん違う方向に行く、先生に怒られる、親もみんなの言うこと聞きなさいっていう、でもなんかおかしいと思うんですということを思ってたんですって。で、僕や吉野さんがこうやって普通言っちゃいけないというようなことをバンバン言うでしょ。そしてみんなが正しいと思うことを言えない社会っておかしいんだと訴えるでしょ。そしたらこういうところに来てくれて、泣きながら質問とかしてくれるわけですよ。どうしたらいいですかってね。自分で言うのもなんだけど、そういう子たちの勇気になってるんだなと思うと、本当にそれはやりがいがある。このためだったらリスクを背負って命かけてもやる価値があるんだなというふうに、今この政治活動を通じて僕たちは体感しています。ありがとうございます。だからね、皆さんの中にもあるはず、それともここに来てる人たちはほぼあるんですよ。だからね、そうやってね、涙が出たりするんですよね。そういうの見てると僕らも涙が出る、気持ちが共感するから、波動が合っちゃうから。だからこういう思いの日本人がまだまだいっぱいいるはずです。で、忘れちゃったと思ってね、もう大人になったつもりで、もう俺そんな気持ち、そんなことみたいなこと言ってらんねえんだよという人いるかもしんないけど、もう一回考えて、もう一回立ち止まって、本当に自分たちがやってることが正しかったのかどうか、で、この先今のままやっていったら日本がどうなるか、子供たちの未来がどうなるか、で、孫の世代にどうなるか、もう一回立ち止まって考えてみて。そういうことを私たちは政治家にも言いたい、官僚の人たちにも言いたい、お医者さん、弁護士、マスコミの人たちにも言いたい。別にあなた方と戦いたいわけではない。僕たちは同じ日本人だから、みんなそういう気持ちを持ってるはずなんだ。だからそれをみんなで共有して、もう一回、ね、日本らしさを、日本人としての真心を、大和魂をみんなで取り戻して、日本を作り直しましょうよと、こう言ってるのが参政党です。
今までそういうトーンがなかったから皆さんこうやって集まってくださってるんだと思う。だから私たちはさっきねご心配もあったけど絶対に裏切らない、ね、少なくとも今ここに立ってる5人は裏切らないので、ぜひ私たちを信じて残り2ヶ月ほどです、次の選挙までね一緒にやってください、党員になってくださいね、5、6、7、3ヶ月だから3000払えば選挙が見届けられます、党員としてありがとうございます。もしね、私たちが力を合わせて 1議席も取れなかったら、それはがっかりだねって言ってやめてもらっても結構です。ね、党員にもなって一緒に活動をした、口コミでも広げた。でも、あいつらやっぱりね、約束守ってくれなかった。そうなったら、本当にそれはもう僕が皆さんに謝らないといけない。でも、絶対僕は議席が取れると信じている。それぐらい今、全国でいろんな人が立ち上がってくれているから。そしたら、僕たちがこうやって残り3ヶ月間一生懸命やったことが、次の世代の希望になるんです。子供たち見てるからね、大人ちゃんとやってんのかな、そして僕たちがこうやって言ってる、ね、自分もそうだと思った、そうやって信じた人たちがちゃんと世間でも受け入れられた、それが絶対子供たちの勇気になるから、それをみんなで作りたいです。ぜひ皆さん力を合わせてやりましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。2時なんですね。この後、3時から場所はどこでしたかね。市川市文化会館、はい、電車で一歩で行けますね、はい、市川市歩いて行ける失礼しました、はい、市川市文化会館小ホールで3時からタウンミーティングをやります、千葉はまだ席が数十席空いてるそうなので、ぜひですね、もうちょっと突っ込む話を聞きたいという方はそちらに足を運んでください。我々また3時間ぐらい喉を枯らして喋りますので、ぜひ、その時間を共有していただければというふうに思います。今日雨も降りましたので、サインや物販はそちらの会場の方で行いたいと思います。本だけでも買いたいよという方は多分もう設置していただいていると思うので、そちらの会場の方でお買い求めください。あと明日、そう明日ですね、横浜のパシフィコ横浜で、はい、サミットをやります。でもうほぼ満席なんです。だからネットでの申し込みはもう締め切るんですが、現物のチケットが何枚かこちらにあるそうなので、そのチケットを買っていただいた方は、そのチケット券、当日券という形で参加できますので、ぜひですね、私たち以外にあと7名の選手がおります。みんな子供の心を持ってます。今回はどうか確認しに行ってください、ね、そこの真心が本当にあるかどうか、そういう人たちでみんなでお話をしますので、6時間の長丁場ですけど、でも必ず皆さんのハートに響くものを私たち届けたいと思いますので、ぜひ明日も横浜に来ていただければ嬉しいです。はい、今日はどうもありがとうございました。